Ese. Cuando regresé de mi segunda olimpiada. Ah. 自分が高校2年生の時の世界ユース大会でベスト8で戦ったプエルトリコのシンテラ選手が12月の31日がにリオで試合をするということになっております。はい、自分結構カウントを取られることがなかったので、人間なんですけど、またフレーズにしてるんですけど、初めて勝負でダウンを取られて、まあ、本当にその時のパンチ、確かに後ろ手のストレートが、体に電気が走って、えらい効いたなっていうのは、すごく覚えてますね。国際大会でそのシーンとか大会と、あとは木村蓮太郎選手と。遠いだけじゃなくて、ちゃんとこう反撃のための防御というか、避けて終わらないのがすごく印象的でした。当時やっぱりポイントボクシングで前後の動きをすごくこう力を入れてたんですけど、自分のやっぱり横の展開とかもすごく上手で、まあ、当時で本当にベスト8とかすごく実力者だったので、まあ、本当に強かったなと。一観覧車としてはすごく楽しみな試合ですね。ぜひ敵を取ってもらいたいと思いますからね。はい、お願いします。